ょっと俺が恥ずかしく、その後にそう言われちゃうと。あ、お前たちの熱くてのね、キャットハイト塾。わかりました。はい。むちゃくちゃ気持ち悪いです、ね。チャンネル登録よろしくお願いします。マジでキャットハイトの魅力について、はい、語り尽くそうかと思います。と並んで胸を張って語れる。そうですね。授業内容が完全解説じゃないですか。キャットアイトとは要するには、ここでもし女の子2人戦ってもそれキャットアイトです。女と暴力さえあればそこはキャットファイト。何やその関西人2人集まればそれはもう漫才やみたいな。エココンテンツとしてどうしたら好きで、エココンテンツのおかずとしてもこれしかない。大変な人生ですね。そうそうそう。試合前に VTR が流れまして、選手紹介から始まった。あ、そうそう、それまでの因縁とか、見てこなかったみたいな、はいはいはい、見て負けたけどみたいな、カカシとガイ先生みたいな、ね、そうそうそう、それがあって、試合開始みたいな感じ、プロレス技みたいな、どこで覚えたんだっていう、技がどんどん出てきて、そこで覚えても何も、撮影のために覚えたと思う。野良でスープレックス練習せえへんと思うから、殴り合いとかはないですか。肉の線になってきます。その状態の時は、もう、してんの。いや、もうめちゃくちゃ。打撃系がいきます。その後かなと思ったらもう出てたんですね。慌ててた。勝ち負け決まるじゃないですか。その後になんかあるんですけど、制裁みたいな感じです。勝った方が負けた方にめちゃくちゃやる。大体足舐めろとか、またくぐれとか。一番ひどいな、こういなんとか持ってきて、こうレッされちゃうっていう、大体終わるみたいな。勝ち負けはギブアップだけですか。キャットハイトとかもあるんですよ。それが言わせた回数で。それはカウントされてるってことですか。行くってなったらもうなんかワンカウントみたいな。入場するときはどういう格好してるんですか。競泳水着みたいな、インコスって言われる。大体それなんですけど、これそういった。どういうことですか、それ。負けすぎちゃって、もうオッパして戦えって言われちゃって。オッパして戦えって言われちゃって。今まで喋ってくれてたのはガチキャットファイトってことですか。あ、そうです、ガチキャットファイト。はい。ちゃんとリングがあるのはガチキャットファイトで、わけわかんない地下みたいなところで戦ってられるのが。ガチの方はバトルっていうメーカーでございます。キャットファイトはだいたいロケットっていう2大メーカー、はい、ロケットのこのキャットファイトもほぼ全部見ました。そんなことって一人の人生でできるもんだ。ドリさんだけ24時間じゃない実は。どっちかとこっちは喧嘩倒すか言わせるかっていう、はい、聞いたことない2択やなそれ。ついになってんのそれ。いろんな終わり方があるんで、あ、それ、え、今日、そのまま落とすの。場外になんかマンホールみたいな開いてまして、7分のそこに落とすんですよ。それでもうギンギンだね。まさにギンギン。カルス君は見たことあるんです。見たことないんですよ。普通しか見たことなく。普通でもないよ。土壌入れたりとか。じゃあ普通か。第6回で全てのチャンピオンを集めて、この最強のキャットファイター決めようと思いまして、それを優勝したのはこの川合です。グランドチャンピオンシップを制覇した。おいおい、めちゃくちゃやられ役が似合うと言います。負けっぷりがいいってこと。負けっぷりがめちゃくちゃ、そうそう、負けっぷりがめちゃくちゃいい。生徒のリアクションが良かったですね。おいおい、望月彩香さんって知ってるで俺。結構エグいとかにも結構めちゃくちゃ出てるっぽいんですよ。ちょっと俺が恥ずかしく、その後にそう言われちゃうと。何でもいいけど、言ったから。看護師が、ちょっと待ってってストーリーになってまして、看護師がその、勝ったやつが院長の夫人になれるみたいな、病院と戦って、なかなかないシチュエーションなんで、めちゃくちゃ抜けちゃいました。通販番組できんじゃん、それじゃ。おーい、おーい。倉田真央さんと、あと、怪物くん絡んだったら、君とあゆみさん。え？プロレス技がですね、めちゃくちゃ、バリエーション豊富なんですよ。アルゼンチンバックブリーカーとか、タトルミューティレーションとか。最後に、ドガイジェス流してくれるんですね、これ終わった後。オリンピックの閉会式みたいな声が流れてるよね。いや、あいつ、めちゃくちゃ親切な。おーい、おーい。つめみさんの葉月萌えさんっていうのがヒールキャラなんですよ。これを、に、こう、落として、こう、捕まらせて、こう、足をこう、手をこうやって踏んづけて、っていうところに、めちゃくちゃ興奮してました。死んだかねーみたいな言って。死んだねーこれで、ね。おーい、おーい。ステップ1、画像編集ですね。まずアイクラを作ります。知り合いの方ですか。画像編集でまずアイクラを。まず。ステップ2で、妄想しますね。2人こう合わせて、これでもう戦ってるっていう風に妄想するんですよね、これね。長年こうキャットファイト妄想しすぎて、もう大体普通の人だったらすぐに裸にできる。超能力やん。で、一番人の楽しみ方それ。あ、そうなんです。他にはあと芸人の人とか。女性芸人の人とか。あ、いますいます、全然。
います、います、全然。怖い、怖い、怖い、怖い。そんな黒目多かったけど、じゃあ。もう何かこれ言ってほしいです。何これ。スモブラとか言われましたね。もういいっすかね、この話。あ、この話、ちょっと待って、待って。ちょっとナメントとか。これで、本番クロワーズで優勝したら。チャンネル登録、よろしくお願いします、マジで。